卵トリンガグレローラ高シには、千鳥ギカクサシギ族に分類される鳥類の一種で、ある。種庄名のグレローラは、小石藁の意味で、羽の模様が小石が並んでいるように見えたことからついた。ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季はアフリカ、インド、東南アジア、ニューギニア、オーストラリアなどに渡り越冬する。日本では、旅鳥として、 春と秋の渡りの時期に全国的にトライする。関東地方より南部では少数が冬鳥として越冬する。体長は20から22センチメートル。翼海長は約40センチメートル。成長夏は,は頭から胸にかけては白地に褐色の縦半が密に入っている。体の上面は黒褐色で黒色や白色の横半や半点が入る。 腰と腹は白色、アイリングは白色、眉藩は白く明瞭で、通り目線は黒褐色である。まっすぐなくちばしは黒色で、気分は緑黄色、足は暗い緑黄色。成長冬和は体の上面が開国褐色で灰色のブチが入るがやや不明瞭である。色柄などが草しぎと似ているが、非常時に見えるよく仮面が白っぽいのに対して、 草しぎは黒っぽい、死有動色である。非繁殖期は数話から数十話程度の小さな群れを形成し、水田、湿地、川岸等の淡水域に生息する。主に内陸部でよく観察され、海水域に入ることはほとんどない。繁殖期は湿地や樹木のまばらな草原などに生息する。泥の中をくちばしで探りながら昆虫類、 海類等を採食する。繁殖期には他のシギ類同様にディスプレイ秘書を行う。地上に映像するが、樹上の他の鳥類の古巣を利用した例も知られる。通常4、卵を産み、放卵日数は22から23日程度である。ピッピッピッ、という短い声を続けて泣く。国際自然保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では、 環境省により、レッドリストの絶滅危惧痛類の指定を受けている。また、以下の都道府県などで、レッドリストの指定を受けている。平成19年度重要生態系、監視地域モニタリング推進事業で、日型生態系の指標生物群の死疑類の一種として、全国の主な生息地で、飛来数調査が行われている。ありがとうございます。